こんにちは、ジェイです。今回は絵の具用のパレットを作ります。以前こちらのモールドを使ってこんな感じのパレットを作ったんですけど、これはクリアのレジン、オーロラフィルム、黒のレジンっていう感じの構造になっていて、すごい可愛くて気に入ってたんですけど、落っことしちゃって、オーロラフィルムのところでこの上下に分離して割れてしまって、あと上のクリアのところも割れてひびが入っちゃってるっていう状態なので、作り直していこうと思います。今回もこのパレット用のモールドを使うんですけど、このモールドってここにね、絵の具を置くところがついてたり、指を通す穴が開いてたりっていうので、必ず下の面が上に来るっていうタイプのモールドなので、今回も下側に柄が来るようなタイプのものをアルコールインクとレジンで作ってみます。では作業開始します。今回使用するのはこちらのスーパークリアエポキシレジンで、着色は今回アルコールインクを使用していきます。こういう系のやつがコピックのアルコールインクで、あと用意しているのが白のジャガートピニャータのアルコールインクです。レジンを測っていくんですけど、量がねどれくらい必要かわかんないので 80g ずつ作って、その都度足していきます。今 240g ぐらい入れて、まあまあいい感じの量になったので、一回ヒートガンで気泡を抜きます。ではこちらにアルコールインクを落としていきます。で、この色を入れたところの上から白をポタポタ落としていきます。このアルコールインクを落とした時の、なんていうの、出来上がる模様って素晴らしいですね。次、オレンジ。次が赤。
ではこれで硬化を待ちます。というわけで24時間経って硬化したんじゃないかなということで外してみたいと思います。どうだろう、じゃん。あ、でもなんか結構綺麗じゃないですか。なんかね、ちょっと思ったのと違う感じになっちゃったかなっていうところもあるけど、でもまあまあまあ私的には丸です。そしたらこっちの面なんですけど、最後ここの面ね、ちょっと縁が尖ってる感じになってるので、一層レジンを流して終わりにします。でね、こっちの面はあんまり見た目が良くないので、ここには私がほとんど使うことがないシルバーラメを使っていこうと思います。これね、なんかちょっとね、ところどころ透けてるところがあって、あんまり明らかに色がついてるものだとこっちの面の見た目に影響しちゃうかなっていうことで、シルバーラメを流してみます。すごい垂れてた。まあいいや、シルバーね、ほとんど使うことないからこれを機に消費しちゃいます。これをね、流していきます。あー、透けるな。ちょっとラメ入れようかな。そしたらこちらのラインストーンを適当に散らしていきます。本当に適当。ではこれで硬化を待ちます。はい、というわけでアルコールインクとレジンを使ったパレットが完成しました。これね、画面越しだと全然伝わらないと思うんですけど、このエポキシレジンの厚みの中で上からアルコールインクをポタッと垂らしたことによって、それが重力で沈んでいく、その途中で硬化した感じのモケモケっとした感じのニュアンスが出て、肉眼で見るとすごい可愛いんですね。厚みが薄いものなので、完全にそのアルコールインクとレジンを使った時のニュアンスの良さっていうのを出し切れてないかなとは思うんですけど、以前からレジンにアルコールインクのカラーと白を垂らすっていうのをやってみたかったので、今回実現できて良かったです。で、実はこれもう一種類作っていて、撮影もしたんですけど思ったよりいい感じにならなかったかなっていうので、ちょっと今回採用はしなかったんですけど、部分的に白のレジンを流してその上から同じ感じでアルコールインクアートをしたんですけど、こっちはなんで採用しなかったかっていうと、使用したレジンの種類がヨブトップのちょっと流動性が低いタイプのレジンを使用したんですね。そうするとアルコールインクがちゃんと広がらないというか、重力で下に落ちていかなかったので、思ったような柄が出なかったっていうのがちょっと欠点なんですよね。ただまあ白を入れたのは、前のパレットがこういう黒系で絵の具を置いた時になんか全然見えにくいっていうのがあったので、これだとちょっと見えやすいかなっていうので試してみました。まあ実用品なのでデザイン、まあちょっと微妙かなっていうのがあっても全然どっちも使っていこうかなと思ってます。あとどちらも裏側にシルバーラメを使って、私シルバーってあんまり使わないんですけど、今回みたいなクリアな質感を出す時に裏側にシルバーラメを入れることで水色とか緑とかのラメになってくれたので、こういう使い方だとシルバーラメもいいなっていう感じでした。あと今回ね、こちらのモールドの寿命が来てしまいました。失敗したのも含めて 4,5 回ぐらい使ったかなっていう感じなんですけど、最後にパレットを剥がした時にそのパレット側にシリコンの一部がくっついてきてしまって、まあ、こちらの商品は多分 4,5 回ぐらいで寿命が来るようなものだったのかなと思います。まあシリコンモールドって消耗品なので仕方ないと思います。というわけで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。